京王堀之の内駅は東京都八王子市堀之の内3丁目にある京王電鉄相模原線の駅である京王相模原管区所属駅番号は小42多摩ニュータウン開発に絡み京王帝都電鉄は当初京王相模原線を京王多摩センター駅から橋本駅へ延伸する際現在の南大沢駅のみを設置することとしていたこの ニュータウン開発の進捗に伴って、マスタープランにのっとり、その中間地点にあたる別所、堀之内地区に住民サービスの拠点となる地区センターの設置場所を定め、同、地区センターへ当駅の建設を決定した。また、その一方で当駅周辺は、ニュータウン開発以前より居住する住民が多く、既存地区への公共交通の便を充足する役割も持っている。 しかし、駅名をめぐっては、以下の問題が発生することとなった。駅所在地名は、八王子市堀の内であるが、隣接する別所との境界付近にあり、駅名を堀の内にするか別所にするかが議論された。最終的に、開設場所の北側に属する地名が選択されたが、すでに、京浜急行電鉄に堀の内駅が存在していたことから、 京王帝都電鉄は社名を冠して京王堀の内駅と決定した。なお、京王では誤りを防ぐため定期券等の購入の際には必ず京王堀の内と記入するようにさせている。この堀の内という名称は平安時代にこの地を拠点としていた地元武士団西東一族の館周辺の堀の内側であったことに由来する。堀があったのは 平安時代の話であり、堀の跡は現存しない。また、駅周辺を建設中に人骨が出土し、殺人かと大騒ぎになったが、後にこの人骨は、縄文、弥生期のものであったことが判明し、人骨以外にも多数の縄文土器、弥生土器や石器など、様々な遺物が出土した。これにより、この地域には、縄文時代より人が住んでいたということが明らかとなった。 当駅は1988年5月21日に開設された。多摩ニュータウンの開発区域にあり、駅南側の丘陵地一帯が新住宅市街地、開発事業区域、駅北側一帯と西側の都道155号線に沿った一帯が土地区画整理事業区域である。双方の区域において開発手法や空間構成が大きく異なっているため、 町の景観が南北で差異を見せており、当駅はそれらの境界に位置している。駅開設当初、周辺は開発途上の造成中であったため、バスロータリー等のある駅前広場も用地が確保されていたものの、未使用状態であった。その後、住宅、都市整備公団等によるニュータウン開発が進捗し、南側の丘陵地に、 マンション群が立ち始め、駅南側の斜面には、ガウディ風のオブジェを備えユニークなデザインを取り入れた大規模商業施設、ビアナ長池が完成して、スーパー三和や、京王堀の内駅前郵便局等も設置されている。周辺の開発は、南側の別所地区において一部の区画を除きほぼ完了している状況であるが、野園街道北側の丘陵部一帯の堀の内地区において、 新住宅市街地開発事業による宅地開発が残されている。また、当地に読売テレビ、多摩スタジオの完成により、堀の内エリアがテレビドラマのロケ撮影地となる機会が増えた逸話がある。しかし、同スタジオは2003年に閉鎖解体され、その後地に大型マンション、レクセルプラッツァ京王堀の内が建設されているが、 当地の街並みが美しく整然としていることから、引き続きロケ地として使われる事例が多い。相対式ホーム2面2線を有する2層、コンクリートラーメン構造の高架駅。多摩ニュータウン計画の中で、将来の周辺人口に見合う規模で設計をしているため余裕のある空間構成となっている。駅設置から30年以上が経過しているが、 エレベーターの新設と壁面の塗装変更以外はリニューアルがされていない。各ホームには待合室が設置されている。各ホームと改札との間は階段のほかエスカレーターとエレベーターで連絡している。トイレは改札内にあり、ユニバーサルデザインの一環として誰でもトイレを併設する。駅構内には K ショップ、キラボシ銀行、 水穂銀行のステーション ATM などが設置されている。2019年度の1日平均乗降人員は32,280人である。駅開設以降、周辺が多摩ニュータウンの開発区域で計画的に住宅地等が増生されたことから乗降人員数は増加傾向にある。開業以降の1日平均乗降、乗車人員の推移は過表の通りである。 京王バスと神奈川中央交通の2社により運行されている。ありがとうございます。